のニュースレターへようこそ。今日のニュースは次の通りです。NMB 渋谷渚、ケンコバからめちゃくちゃええ女のお墨付き。NMB48 の渋谷渚25が1日、都内で行われたデルテクノロジーズ個人向けプレミアムノートパソコン XPS シリーズ新製品タッチ&トライイベントに登場した。渋谷はデル XPS 未来ラボアンバサダーを務めており、普段アイドル活動をしている私がなぜ、こんな知的な PC のアンバサダーに就任しているんだという皆さんの気持ち、ひしひし伝わってきておりますと照れ笑い。同キャンペーンの YouTube では、様々な分野で活躍する人と挑戦をテーマに対談。アイドル活動をしていたら交わることがないであろう人とお話しさせていただいているので、すごく新しい刺激があると言い、生きてきた環境や経験は、全く重なる部分がないんですけど、挑戦する気持ちというのは、どんな分野でも一緒なんだという発見があった。私も背中をたくさん押していただいているので、悩んでいる人の背中をそっと押せる動画になればいいなと思う、と PR した。また、同製品の CM にも出演しており、現在の自分と、成長した未来の自分がテーマ。未来の自分では前髪もなくなって大人っぽいファッションで撮ってもらった、そうで。CM を見た芸人の剣道小林49からは、あれが渚ちゃんの将来やとしたら、めちゃくちゃええ女やで、と言われたことを明かして笑いを誘っていた。今日のニュースレターはここで終わります。視聴していただきありがとうございます。購読して通知ベルをタップして、今日の最新ニュースを入手してください。よろしくお願いします。